この辺農家さんが多いんで、あのハウス内での作業にもトラクターを使う人がいるんですよね。そうなるとあの排気ガスが出るのがやっぱり問題になってしまうので、まあ、そのために冬でもあのハウス内を開けて全開にして排気ガスを逃がしながらトラクターを使うっていうことになってしまうので、それを考えたら電気トラクターっていう風にしたら、あのハウス内を閉めた状態でも暖かい状態でも中でも使えますのでっていう思いでこれを開発しましたね。電気ってわけではないですけども、一応105度近い直流の電気を使うものですから、あの低圧電気取扱い特別教育っていうですね、資格がないと実は配線することができないんですよね。まずその資格をですね取らせるというようなところからあのスタートした部分がございます。実用化はですね、やはりあのバッテリーの問題がございまして、現在積んでいるバッテリーですとやっぱり2時間半からせいぜい3時間というところなんですよね。でそれをまあもう少しこう軽量で高性能なバッテリーに積み替えていきたいというところが今後の課題になるかなと。